半グレのね、そのドラッケンドラゴンのスワン校長、要するに満州残留孤児を偽ってた、要するに語りの。ワンナ。単なる一人っ子政策のわがまま、お坊ちゃま。日本来てグレたんやって。なんか面白くないから。甘やかしてくれんからやろ。で、その話で、出てきてた、本人が言ってたのが、結局、しつけられるのが嫌やから。一人っ子政策、丸出しやろ。だから、礼儀を重んじる暴力団にはなじまなかったからやめたって。そりゃそうやんか。暴力団ってさ、人を守る組織やから。先住民レジスタンスやから。もちろん礼儀もありますよ。礼儀なかったら、誰が先住民レジスタンスって認めてくれる？暴力行為でも、暴力団同士で喧嘩してるだけやんか。腕なまらんようにでしょ？多分。と思うで。そんなとかと思うで。じゃあ、半グレと全然ちゃうやん。半グレは自分を守るために暴力行為しとんねんから。反社会的行為を。自分を守るためにしとんのが半グレやろ。暴力団はちゃうねん。自分を守るためにやってあるんちゃうねん。自分を守るためにわざわざあんなことしやるわけないやんか。自分守るためにあくまでしますか、普通男の人が。しません。でも半グレは自分を守るために反社会的行為をしとん、ね、そういう集団っていうのはね、一人でもかっこ悪い逮捕されたら総崩れやねん。自分を守るための集団やから。実はカリスマ性、誰か一人でも失ったら終わりやねん。そっから総崩れが始まんねん。その後かっこ悪い逮捕が続いてる。もう続いてるやん。煽り運転とか。非常にかっこ悪いやろ。猿股かと思ったやろ。松本零士の。もう終わりやねん。宗教も似たとこあるね。カルトならね。その大宗教ならもう教義そのものが実は 嘘やったってね。天皇制も含めてね、キリスト教も教義自体嘘でしたってバレたら終わりやけどね。でもバレても、いや、そんなことあるまいとかね、なるし、当然ね、今までも何度もそれがあって、それとか本当にバレて中心教義嘘とかね、その天皇家自体偽物でしたとかね、バレてもそれでもなお何かいいとこがあるだろう、だから続けてもいいですかっていうのを上手な言い方する人がね、大宗教の場合はね、天皇制みたいな、キリスト教みたいな、ね、だけど、カルト宗教も、かっこ悪かったらもう終わりやん。どんだけ大集団でも、まだ創始者が生きてる場合はね、その創始者がかっこ悪い末路やったら終わりやん、ね。本当やで。教祖がおどけた人やったら、そのカルト系の新興宗教の大集団でもね、教祖がおどけた面白い人やったら、被害は少ないよね。かっこ悪い逮捕されてもね。でしょ？だから、そうじゃない、教祖に非常になんか色気とか、非常に橋本徹的ななんか人気がある場合に、そいつがこけたら終わりやねん。なんで橋本徹の名前出したかって言ったら、大阪維新は、橋本徹こけたら、総崩れになる可能性があるねん。例えば松井一郎や吉村博文がいてもな。じゃあ、令和はどうかって。令和はもともと山本太郎なんて軽いって内部で言っとるやん。なんでかって、あれは関東連合なり、ドラッケンドラゴンなりの傀儡やからやねん。もともと。令和新選組やね。だから、橋本維新とはちょっと違うねん、あれは。山本太郎は単なる芸人。単なる、俳優やねん。政治俳優やねん。橋本徹はちゃうで。政治俳優ちゃうで。なんか二つ混同したらあかんねん。その中間、日本のが、河村隆史やけどな。って、当たり前やけど。